マインクラフトでやる心理テスト、やっていこうと思います。家、自分、カッコ人、井戸、蛇を作ってください。家は、自分の家庭環境がわかります。50人クラフト向きですね。家に窓がない、不安定な家庭環境。家に窓やカーテン、ハッチがある。仲睦まじく保守的な家庭。自分は、家とかよりも自分を小さく描いた場合は、プライドが低い。他のよりも自分を大きく描いた場合、プライドが高い。井戸について、井戸を大きく描いた場合、人生の中でお金が占める割合が大きい。井戸を小さく作った場合、人生の中でお金を占める割合が低い。井戸の入り口が大きい場合、お金をむやみに使ってしまう。小さい場合、経済的で合理的。入り口がない場合、お金を出し惜しみするケチ。蛇の場合は、家の周辺に蛇を描いた人、家庭で悩み事を抱えている。自分の周辺に蛇を描いた人、プライドの高さや低さに悩んでいる。井戸の周辺に蛇を描いた人、金銭面に悩んでいる。さあやっていきましょう。もうダメだ、家庭終わった。家庭終わってる、もう。